首掛けイチョウと松本老地図首掛けイチョウは、東京都千代田区の日比谷公園内に生育するイチョウの巨木である。樹齢は推定で400年以上とされ、かつての生育場所は、現在の日比谷交差点付近であった。1901年、日比谷通りの拡幅工事に伴って伐採されようと、していた、この木を、本田ダ清六が、私の首を掛けようと強く主張して救ったのがその名の、 由来である。1971年11月19日、すぐそばにあるレストラン、松本郎が過激派組織が投げた火炎、瓶の被害を受けて全焼した際に、この木も類称して黒焦げになった。それでも翌年春には新芽を吹いて、回復の兆しを見せ、火災で受けたダメージから無事によみがえった。日比谷公園内では最も密集の太い木であり、 公園を代表する樹木として人々にも親しまれている。しばしば首掛け委長とも表記される。日比谷公園には多くの樹木や四季折々の花々が園内に生育し、都会におけるオアシス的存在として多くの人々が訪れている。公園敷地のほとんどは江戸時代には大名や敷地で、比前佐賀藩鍋島家などが八屋が屋敷を構えていた場所であった。 明治維新によってこの地にあった屋敷は取り払われ、跡地は陸軍の連兵場として使われていた。連兵場は1892年に廃止され、1903年にはホンダ清六の設計によって日本で初めての近代的西洋公園となる日比谷公園が開園した。首掛けイチョウと呼ばれる、この木は日比谷公園の開園とともにこの地で創業したレストラン。 松本楼のテラス前にそびえ立っている。樹高は約20メートル、幹周りは約6.5メートルを測り、主観は途中から2本に分かれて多くの枝葉を茂らせている。樹齢は推定で400年以上とされ、徳川家が江戸に本拠地を移した1590年代頃に植えられたものと推定される。かつてこの木は現在の日比谷交差点付近に生育していた。 1901年、宿改正設計によって日比谷通りの拡幅工事が実施されることになり、この木は伐採されることになった。すでに払い下げ代金として49円が東京市に納付されていたため、伐採は時間の問題であった。その引き輪にたまたま出会わせたのがホンダ清六であった。ホンダはこの木の球場を放置しておけず、東京市産次会議長保守通に面会を申し込んだ。 ホンダは伐採中止を強く主張し、移植については自分が引き受けると申し出た。星は、ホンダの主張に対して、容易に許可を与えなかったが、ホンダは一尺台のハンコを押して保証するとなおも、食い下がり、星が、そんなハンコだけではダメだと返すとホンダが、では、私の首をかけようとまで発言した。星は、ホンダの主張を受け入れて、この木の伐採を中止させた。 そして納付済みの払い下げ代金は返却し、さらに移植費460円を支出して、本田に移植を任せた。調査と準備については本田が担当したが、移植を請け負う業者がなかなか見つからなかった。4番目に声をかけた業者が、ようやく仕事を引き受けることになった。業者はまず木の生育場所から、移植予定の場所までレールを付設し、距離にすると、 約4兆を25日間かけて移動させた。この逸話から首掛け胃腸と呼ばれるようになった。紅葉時の首掛け胃腸と松本郎その後この木は日比谷公園内に根付き移植の時の切断に加えて第二次世界大戦時に校舎砲の邪魔になるとして切り詰められた主観の高さを元通り回復するまでに成長した。しかし、 1971年11月19日、沖縄返還協定批准反対全国統一、行動に合わせて過激派組織の投げた火炎、瓶の被害を受けて、松本牢が全焼した際に累承し、黒焦げ状態に陥った。この木を救うため、火災後すぐに小も巻き、土の入れ替え、退避などの措置を講じたところ、胃腸の特性である耐火性を発揮して蘇り、 翌年春には新芽を吹き出して生命力の強さを見せた。この木は2019年の時点では天然記念物等の指定を受けていないが、周囲はよく整備されている。日比谷公園内では最も幹周の太い木であり、公園を代表する樹木として人々にも親しまれている。東京都心でのパワースポットとしても知られ、近くには 日比谷公園開園時の面影をよく残すと言われる、胃蝶並木も生育している。本田自身の自伝、体験85年によると、第二次世界大戦前まで首掛け胃蝶の下に次の、ような内容の縦札があったという。胃蝶幹の高さ約22メートル、幹の帰り約6メートル、これの樹葉元、日比谷見つけない、二厚田の明治35年本園建設の再移植、された。 当時これの様な大気配食できないものとして金四十九円で、払い下げ月上六件まで、設理予期された厚田物を、臨学博士、本田ダ清六氏は必ず活着すべきことを保証されたため、今のところに移植され、各見ごとに生育をしているのであります。体験十五年、ピアニッシュも百六十四から百六十五前島康彦も、この木の元の場所について、 日比谷交差点脇ではなく、旧鍋島邸内だったという説を記述した。前島はより正確な場所として、旧日比谷門内の月当たりにあった12局の建物を、右に回った付近に生育していたという説を紹介し、現在の朝日生命館の角あたりにあったのではないかと推定している。この木が伐採されようとしていた時期には、1899年説も、ある。 本校では、日比谷公園、居住、巨木日本全国674本などの記述によった。ありがとうございます。